苦しみから一点生きがいの人生へ人工透析加盟三島さん60歳女性岐阜県にお住まいの三島さん加盟は平成4年より人工透析を始め一時はノイローゼになってしまうほど病状が悪化していましたがこの健康法に出会ってからは体調も良く他の人からも見違えるにまでになっています。 そんな三島さんの闘病歴を過去に遡って振り返ってみます。新潟のひなびた漁村に生まれた三島さんが子供の頃に夢見ていたのはケーキやバナナを腹いっぱい食べることだったと言います。幼少の頃、美空ひばりさんがまだ子役で出ている映画を見て都会のお嬢様はあんな大きなケーキを食べているんだなぁからと思い 大人になったら東京に出ようと心に決めていたそうです。数年後、念願かなって東京に出て、ご主人と知り合い、結婚。一女に恵まれるが、妊娠中毒症で命が危ないような状態で生まれてきたこともあり、その時もう子供は産まないと決めたのだそうです。人から、あんたも、もともと腎臓が悪いし、子供もそんな風だったら。 空気のきれいなところがいいよと言われ、東京を離れ、ご主人の実家がある岐阜の農村に引っ越してきました。と言っても、当時は、ご主人の実家と、遠席関係にある本家の片隅に、間借りするのがやっとの状態だったと言います。いつまでもここには暮らせない。なんとか、自分の家に住みたい。その後、本家に家を建てるだけの土地をもらい、 借金で小さな家を作り幼子を抱えながら借金の返済にどうにかやりくりをしてきたそんな時代が長く続いたといいますよその土地から来た嫁だからねしゃばったことはしてはいけない心の中でもいつも荷物を背負って苦労に絶えない人生だったようですようやく宝のように育ててきた一人娘を嫁に出し普通ならば 第二の人生を謳歌しようかともなる頃は長年の疲れがたたったのか気が付いてみると体はガタガタまだそんな年ではないのに顔はすすけたような色になり深いシワがいくつも入って鏡に映る自分が別人のようだったと言います間もなく病院通いが始まってすでにその時は透析しか方法がない状態だったそうです お医者さんからは、あなたの場合、そうですね、よくて、10年の命と思ってください。と言われ、その時のショックは、随分大きかったことを、今も鮮明に覚えていると言います。透析1年目は、1日に 1500cc 出ていた小水も、2年目には 500cc に、そして 300cc にと、だんだん減ってきました。年目には、 もうほとんど出なくなり、その頃から体調が加速的に悪くなったように思います。と言われる。仕事はできない。歩くのもやっと。ちょっとした段差で転んでしまう。何かしようという気力も出なくなってきた。こんなはずではなかったと思ってみても、どうしようもありません。週3回、病院へ向かう車の窓から見える風景は、 ただ一つ、自動販売機。それだけでした。と言います。透析患者は、水分を制限しなければいけないので、四六時中、口が乾きます。飲みたい、飲みたい。しかし、飲んだら水が溜まって苦しい。飲んじゃいけない。家にいても、テレビのコマーシャルで、ビールを美味しそうに飲むシーンが流れると、お酒を飲めない三島さんなのに。 一口でいいから飲んでみたいと感じていたと言います。心不全を起こして救急車で運ばれたことも2回ありました。もう目は霞んでくるし耳も遠くなってきてあの頃はほとんどノイローゼだったと解雇しています。そんなある日仕事でお世話になっている佐藤さんの奥さんから自分の乳がんが琵琶の葉の温熱法で汗をよくかくようになったら。 病気も良くなってしまったと聞きました。私は透析を始めてから汗が出なくなっていました。もしかしたら私に合う方法ではないか。と思ったと言います。今までもあれこれ試してきたが、効果のほどは今一つ。漢方薬も飲みました。あんまさんにも行ったし、芯も打ちました。民間薬はもちろんのこと。 体に良いということを聞きつけては何でも試してみました。もうダメか。と思っているところにこの健康法の話です。この方法はなんとなく今までと違う。合うような気がしました。主人に話すとぜひやれと言ってくれましたので早速お願いしてみたのです。という。 三島さんの知人の佐藤さんの奥さんを健康指導したのは、実はこの健康法を学ばれて指導員をされている村山さんという方だったのですが、その村山さんも知人、友人の健康相談に乗ってあげているうちに、当時、方々問い合わせがあって、その中の一人に三島さんがいたということなのです。村山さんも、本業は、 食品関係のお仕事をされているのですが、足に怪我をしたときに、この健康法に出会い、何か自分もお役に立ちたいと思ったことから、熱心に勉強された指導員の一人です。そんなことで、誰でも頼まれれば、どこへでも出かけて行って、温熱法をしてあげていたのだそうです。村山さん曰く、私は無理には進めないです。 続けたいとおっしゃるならまた来ますしいややっぱり結構ですと言われるなら遠慮します何度かお願いしますという場合にだけ交通費と材料代を包んでもらっています本当に心温まるお話ですね